セルゲイル・キアノビチ・ルカシン。本名サルキスル・セゲノビチ・スラピオニアン。民族名サルンギスル・セゲニス・スラピオニアンは、アルメニア人のボリシェビキ。透明の、ルカシンは、父が持っていた愛称に由来する。1885年1月13日、または12日、ロシア帝国ドン軍監修クルイムに生まれた。地元の小学校を卒業して1896年に、ナヒチェバニナ。 ドヌアルメニア人進学校に進み、1902年に卒業してバクウの実家学校で学んだ。在学中に油田の労働運動に影響を受けて、アルメニア社会民主労働者協会に接近したが、1905年夏にはロストフでロシア社会民主労働党に入党した。翌1906年に実家学校を卒業して、サンクトペテルブルク大学法学部へ入学し、 同時にサンクトペテルブルク校科学院経済学部でも学んだ。同年にはボリシェビッキとなっている。1909年から1910年まではドイツ、スイスとフランスで過ごし、同年にロシアに帰国。翌1911年にペテルブルク大学法学部とペテルブルク校科学院経済学部を卒業した。その後はペテルブルクで アルメニア協会会議の建物管理者として働いていたが、1916年から翌1917年までは従軍し、同年にはペトログラード市議会議員に選出されている。12月には、ウラジーメルレーニンの要請に基づき、バハンテリアンと共にトルコ領アルメニアについての布告草案を作成した。同年4月から翌1918年までは、 ペトログラードの赤英隊に所属し、同年4月からは、ドンソビエト共和国経済会議議長、4月から翌5月までは、法務委員、9月からは、ロシア共産党ドン局メンバーを務め、白軍との戦闘にも参加。南部戦線政治局と協力して、ドンでの地下活動を指揮した。ドン共和国の崩壊後は12月までモスクワの全ロシア統一委員会と、 当モスクワ州局で活動し、年内には赤軍戦線革命軍事会議メンバーやチェーカー班、革命闘争部調査課課長にもついた。同年から翌1919 19年1月までは、チェーカー統制参議会メンバーについていたが、東鈍委員の要請によって南部戦線に呼び戻され、同月から翌1920年まで従軍した。同年4月からは、ロストフ市公共事業、 土地、財務部部長、同年9月から翌1921年3月までは、ドン州労働監査部部長、同月2日から翌4月24日までは、東ドン州委員会責任初期を務めた。同時期には、ナヒチェバニなど主ソビエト幹部会とドン州、中央執行委にも属した。1920年12月に開催された第8回、全ロシアソビエト大会では全ロシア中央、 執行委メンバーに選出されている。1921年3月、党中央委の指令により、ルカシンはアルメニア社会主義ソビエト共和国に送られた。そして同月24日からは、アルメニア革命委メンバー、5月19日から翌1922年4月29日までは、アルメニア共産党中央委責任初期、初期長につき、 1921年5月21日から12月まではアルメニア共和国国民経済会議及び国民経済最高会議議長1922年2月から1925年6月23日までは人民委員会議議長に就いたアルメニア共和国指導者としてルカシンは綿花、織物、ワイン醸造産業、工業の発展に着手し任期中には アラベルデカパンの復興、アララト運河、サルダラパート運河、シラク運河の復旧、建設による灌漑ネットワークの拡大、レニナ灌防石工場の建設、そしてエレバン水力発電所の建設による電化が開始された。また、前指導者、アレクサンドル・ミアスニコフの時代に起こった中東とメソポタミアからの在外アルメニア人の帰還の波も維持された。 1923年4月のロシア共産党第12回大会においては、ザカフカース連邦構想に反対した、グルジア反対派に対する強硬な批判者となり、1925年4月15日から1928年1月までは、ザカフカース連邦共和国の人民委員、会議副議長を務めた。百二十五年五月十六日から十一月十一日までは、 ソビエト連邦革命軍事会議の同年から1927年まではカフカース赤旗軍革命軍事会議のメンバーについた。1925年12月31日から1927年12月2日までは全連邦共産党中央委員候補でもあった。同年6月には当座カフカース地方委第一初期マミヤオラヘラ・シュビリの提案によって 東道地方統制委長を1928年1月まで、6月9日から、ザカフカース連邦共和国労農官査人民委員を1928年1月12日まで、務めた。1921年から1928年までは、東ザカフカース地方委幹部会にも属した。1927年12月の第15回党大会においては、 トローツキスト半島グループを経済的な見地から批判した。翌1928年3月から1930年までは連邦労働防衛会議付属建設委議長、同年2月21日から1932年1月まではソユーズストロイ社長及び連邦国民経済最高会議官部会メンバーに付き、 また、1930年2月から1931年までは、連邦ゴスプラン幹部会メンバー及びゴスプラン、建設局局長でもあった。1932年1月から1934年6月までは、連邦重工業人民委員部、ゼントルソユーズストロイ前連邦統一監督、翌1935年から1937年までは、同委員部建設資材大部部長、 同年5月から8月までは、ソユーズセメントトラスト監督を務めた。ルカシンは、連邦党大会に、第11回から第15回まで出席し、1936年4月には、建設計画のノルマ超過を称して、労働赤旗勲章も受賞した。しかし、1937年6月20日に逮捕され、年内に死去した。ルカシンの名は、 クルイムの通りコルホーズ、中学校、そしてアルメニアの村に残された。ありがとうございます。